はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女復唱解説再録小野小町やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで小野小町に関しては前々回のアップデートかなになるんですけど、まだやってなかったので、早速再評価していきましょう。まだガチャもね、明日までかなやっていますんで、まだ取ろうと思ってる方は間に合いますよということで、早速やっていきましょう。確か今ね、割引ガチャで来てるのかな、小野小町ね。まあ、なので10連は多少安く引けますよといった状態ですということで、小野小町は帽子で和の陣営となっていますね。ということで、専属武器見ていきましょう。小野小町専属ステータス、陣営セットだけ見ていきます。 HP 吸収が 14%、 攻撃力が 18%、 防御貫通が900となっています。で、全部見る前に全てのパシブ出しておきましょう。そしてパシブスキル、攻撃力が 44%、 命中値がレベル ×280、HP 上限が 44%、 砲術防御貫通が900、体力値がレベル ×200、 HP 吸収が 16% となっています。ということで、なんか珍しい感じですね。 HP 吸収が2つついてて合わせて 30% という形ですね。まあこれはなんか面白いなと思います。あとは防御貫通と砲術防御貫通はどっちもついていますけど、まあどっちも数字ですね。まあちょっとこれは痛いところではありますけど、まあついてないよりかははるかにマシ、ですね。あとは体力値がついてて、で、命中値がついてるんで、戦場戦役で活躍してほしいな、みたいなところはあるんですけど、なんか、珍しいタイプのパッシブの並びかな。まあ、HP 吸収2つついてるってだけでも相当珍しいんですけど、まず、知力値がないっていうところですね。まあ、小野小町は帽子なんですけど、ステータス系をもらえてないっていうところで、知力値がないか、っていうところですね。なので、まあ、MR になったら、ここは間違いなくつくでしょうと。いうところになります。あとは、でも貫通2個も乗ってるし、体力値も乗ってるんで、で、会心値も、物理会心ダメージもない、砲術会心ダメージか、もうないんで、まあ、ここは別に、まあ、アクティブスキルがクリティカルを扱わないのであれば、まあ、MR になってもつかないと思いますんで、この1枠フリーな状態なのかな。なので、もしかしたら MR が始まってから、MR のレアリティが始まってからついた、まあ、新しいパッシブ系がついたりするのかなと、も思ったり、しますね。まあ、なので、将来性は豊かかなと、思います。で、しかもね、今、やっぱり、対武将として、まあ、帽子と弓に関しては結構ね、対武将という形で作られたりすることも多いので、まあ、ちょっとアバターはね、不遇な感じが多いですけど、まあ、全ての副将がね、もうほとんどがね、まあ、宝刀と浅井長政ぐらいかな、アバターで抜けて強いのっていうのが。で、この間の小太郎も、まあ、あんな感じでしたしね、まあ、弱くはないですけど、まあ、めちゃめちゃ強くなったわけでもないんで、っていう感じがちょっと今、アバターでは多いかなっていう中で、まあ、小野小町のね、まあ、将来性はね、僕の中では結構豊かかなと思います。多分過去の動画でもね、MR になった時に化ける一人の中に僕は含んでいたと思うので、まあ、この子ちょっと僕は期待しています。個人的にね。そして、アクティブスキル見ていきましょう。最大攻撃力が最も高い敵を6回攻撃し、毎回 540% の砲術ダメージを与える。毎回攻撃前、自身最大攻撃力が敵より低い場合、100% の確率で敵の有益状態を1つコピーし、自身に付与。自身にない状態をコピー、同種類の状態は重ね掛け付加。自身の有益状態数が敵と同じか、敵より多い場合、ダメージが倍になる。ということで、まあ、珍しいタイプの、まあ、コピーというね、ものを扱う珍しいタイプのアクティブスキル。なので、ここはやっぱりもうすでにアクティブスキルが完成されていた、まあ、関心だったりとか、小太郎だったりとかは、やっぱり運営さんも強化しづらかったと思うんですよね。なんで、もうほぼ倍率いじっただけみたいな感じだったんですけど、やっぱり、小野小鉢はね、これかなり未完成なアクティブスキルだと思うんですよね。これしっかりやれば強いのになみたいな、アクティブスキルだと思うので、やっぱ運営さんもこういうのは改造しやすいんじゃないかなと、思いますね。まあ、なので、やっぱり MR になった時期待が持てるんじゃないかなと。このコピーね。まあ、できれば強奪が良かったですけどね。まあ、このコピーっていうところもね、なかなか珍しいので、コピーもね。強奪の方がむしろ多いんじゃないかなっていうぐらい、なんですけど、まあ、この子はコピーということで、まあ、この辺扱っていくタイプで、まあ、なかなか面白いんじゃないかなと思います。で、上から見ていくと、最大攻撃力が最も高い敵を6回攻撃して、毎回 540% の砲術ダメージを与えるということで、
まあ、最大攻撃力がね、最も高い敵を、攻撃できるんで、まあ、おそらく武将を殴るでしょう、基本的にはね。で、まあ、アウグストゥスとか、大ヤシとか、まあ、その辺に飛んでいけばね、やっぱこの子、帽子なので、まあ、今の UR 戦の段階ではそこまでダメージ与えられないと思いますけど、MR になればね、もちろん知力値もらえたりして、でなおかつ知力ダメージも入ってきたりすれば、やっぱ対武将としては働けるかなって形は、もう持ってますね。で、6回攻撃、6回連撃できますと。で、毎回 540% の砲術ダメージを与えますと。で、毎回攻撃前、自身の最大攻撃力が敵より低い場合っていうちょっとややこしい条件があるんですけど、まず自分がね、相手より弱くないといけないよと、攻撃力に関してね、弱くないといけないよっていうところで、相手の方が格上の時は 100% の確率でね、敵の有益状態を一つコピーできますよと。まあ、将来的にはやっぱこれはね、今は有益状態ですけど、生後状態かな、もうコピーできるようになると思うので、まあそこをコピーできればね、大きいかなと思います。生後はね、やたら強かったりするんでね。で、自身に付与できますと。で、自身にない状態をコピー。同種類の重ね書きは、不可です。そして自身の有益状態数が敵と同じか、敵より多い場合、ダメージが倍になるということで、まあこれ敵と同じでも OK っていうのは優しいかなと思いますね。うん、もう相手より少なくない限りはダメージ倍取れるので、って考えれば、まあちょっと上位になればかなりバフをかけてくるとは思うんですけど、まあその中から一つだけね、コピーしてっていう形にはなってきちゃうんで、まあどうしても、状態数はね、負けてしまいそうな感じですけど、まあまあそこをまあうまいことやっていく形になるのかな。うん。で、まあそれが同じか敵より多ければダメージ倍が取れるっていうことなんで、まあ今でも 540% のダメージ倍で、まあ 1080% になるので、まあ将来的にここの倍率も上がれば、ですね。で、ここの条件緩和は多分ないと思うので、まあ、現在と同じ。で、条件がもし取れれば、で、知力ダメージもね、これ倍になったりするんで、やっぱ将来的にはね、結構強いと思うんですよね。うん。で、このコピーも有益状態とさらに生後状態を一つずつコピーできたりする可能性もありますんで、まあそうなると二つ持ってこれるって形ですもんね。まあそうなるとなかなか面白いのかなと思います。まあ現状はね、ちょっと使いづらいというか、まあ未完成、ね、完成されきってないアクティブスキルなので、ちょっと使いにくさはあるとは思うんですけど、まあこれはね、逆に考えれば、やっぱ MR になった時にね、この未完成部分が完成形にしてもらえれば、まあかなり強くなるんではないかなと、僕は思ってますね。そしてアクティブスキルの2番目、敵を3回攻撃し毎回 1000% の砲術ダメージを与える。毎回攻撃前、自身がデバフ状態の場合、 100% の確率で自身のデバフ状態を全てコピーし敵に付与。同種類状態の重ね書きは不可。自身の有益状態が1つ多いごとに攻撃回数が1回増加、最大5回増加可能ということですね。今度はまさかのデバフ状態を全てコピーして相手に付与できるっていうことですね。ただ現状では、まあ、やっぱり防御面が非常に弱いので、その辺が扱いづらいというか、まあ、扱う前に死んでしまう、まあ、可能性が非常に高いのが、まあ、UR 戦では残念なところなんですが、まあ、そこをね、まあ、なんとか MR になった時に埋めてもらえるのであれば、これもね、また面白いかなと思います。今ね、やっぱ嫌なデバフ、まあ、罪悪ですよね、が結構あるので、まあ、デバフ状態は全てコピーできて、罪悪状態も一つコピーできるのであれば、やっぱ流血とか非常に嫌なんでね、流血をわざともらっておいて、それを相手に返すみたいなこともね、まあ、できたりはすると思いますんで、まあ、本当にね、これはもう、耐久面もそうだし、まあ、攻撃面も、まあ、コピー面もっていうところで、魔改造が来れば、まあ、なかなか面白い存在にはなりそうですね。で、上から見ていくと、敵を3回攻撃するランダム3回攻撃かな。で、毎回 1000% の砲術ダメージを与える。これ倍率も大きいんですよね、現段階でね。まあ、1000% ってことはね、まあ、敵の攻撃できる回数もまあ増えて、まあ、倍率はこのままだとしても 1000% なので、結構強力なんですよね。で、さらに知力ダメージだったり、攻撃力ダメージだったりつくのであれば面白いかなと思います。で、毎回攻撃前、自身がデバフ状態の場合、100% の確率で自身のデバフ状態を全てコピーし、敵に付与。ね、これ敵に付与できるのは面白いかなと思いますね。で、同種類の状態は重ね掛け不可。自身の有益状態が1つ多いごとに攻撃回数が1回増加、最大5回増加可能ということですね。まあ、スキル1でね、コピーできているので、まあ、そのコピー分はね、まあ、何回かは増えますと。で、さらにね、その間に自分の陣営のね、バッファーとかがかけてくれれば、なお攻撃できてということになるので、まあ、面白いですよね。まあ、かなり殴れると思います。で、5回も増加可能ということで、まあ、最大8回ぐらい殴れるのかな。
まあ、ただバフ数によりますよっていうことなんで、バッファーもね、そこまでたくさん入れるっていう環境では今ないので、まあ、ここまで増やせられるかどうかってなってくるんですけど、今ね、普通にアタッカーとかね、まあ、タンク系の副将でも、今ね、神髄共鳴スキルの仲間みたいなバフを使いますよね、生後バフね。ああいうので、もうバフの数増やしていけば、まあ、女の小町のこのスキル2のね、攻撃回数もかなり増えて、面白いんじゃないかなと思いますね。まあ、ただやっぱりこの今の UR 戦の状況ではちょっと厳しいかなと、そこまで生きてないですよね。スキル1打って死ぬ可能性の方が高いかなと思います。はい、ということでいつもの評価やっていきましょう。まあ今の段階ではまあこんなもんかなと思います。タイプはまあアタッカーかなと、うん、っていうところですね。コピーとかね、デバフコピーで相手に付与とかねできたりするんですけど、これはね安定しませんよね。うん、やっぱり相手によって、変わってきちゃうんで、相手がすごいバフ使う人だったらうまく働くかもしれないし、全然バフ使わない人だったらまあここはねうまくコピーできたりしないのでっていうところもあって、まあなかなか使いにくいかなと、うん、思います。もう平均してサポートできたりはしないかなっていう感じですね。まあ、なのでタイプはまあ一応アタッカーにしていますね。で、戦場戦役、まあ、ちょっと戦場戦役は厳しいかなと。でスキル1がねやっぱり最大攻撃力最も高い敵を狙ってしまうので、まあ、同じ敵を殴ってしまいますよね。スキル2もランダムっていうことで、まあ、ちょっと安定性に欠けるかなという気がしますね。やっぱり戦場戦役は安定性が非常に大事なので、まあ、そこがないっていうのはちょっと致命的になります。せっかくね命中値のねパッシブ持っているんでもったいないんですけど、ちょっとアクティブスキルと噛み合わないかなといったところですね。もちろんコピーとかもね意味ないですしね。うん、デバフ状態のコピーとかもね、全然使わないので戦場戦役だと、うん、全然宝の持ち腐れ的なことになってしまってますね。そしてボスですね。ボスに関してはやっぱりそれなりにダメージ出ますと。スキル1がねまず毎回 540% で、まあちょっと計算しづらいんで 500% で考えると 500%×6 回で 3000% ですよね。そして有益状態数が敵と同じか敵より多い場合ダメージが倍になるんで、まあ、ここは取れますね。ということで 6000% 出ます。でスキル2も敵を3回攻撃して毎回 1000% ですね。もうこれで 3000% じゃないですか。合わせて 9000% で、さらにデバフ状態のコピーとかは なしとして、で、有益状態数が1つ多いごとに攻撃回数が1回増加。もちろんボスではね、バフ使いますよね。うん、なので、まあ、バフをたくさんつけられれば、やっぱりその分だけ攻撃回数増えるので、1万パーは超えてくると思うんですよね。ということで、ボスは B と、B 適正となっています。この子だけでも9000パー出るんで、もう十分ね、まあ、C プラスの後半ぐらいの評価、僕の中での評価はもう普通にあるんですけど、やっぱり陣営を考えた時に、まあ、バフを使わない人っていないと思うんですよね、対ボスでね。となってくると、やっぱり、小野の小町をエースアタッカーで据えるというのであれば、まあ、小野の小町にバフを集めると思うので、そうなると攻撃回数が増えて1万パー超えてくるっていうことですよね。まあ、そうなったら、まあ、ボスも B 評価ぐらい与えてもいいのかなと思います。で、将来的にね、まあ、これに知力ダメージだったりとか、ついてきて、うん、まあ、ボスもそれなりに戦える子にはなるのかなと思いますね。で、対人。まあ、現状 UR 戦では厳しいなっていうのが、まあ、やっぱ防御面かな。まあ、一番きついですね。スキル1を打った後に、まあ、普通にカウンターもらって一撃で沈むみたいなところですね。もうそれが見えちゃいますんで、やっぱ闘技場とか、まあ、お城の攻めとか、まあ、ちょっと厳しいかなと思います。まあ、ただね、普通に、この子帽子なんで、まあ、現状知力ダメージないとはいえ、まあ、それなりに通りやすい攻撃ではあるので、まあ、相手の副将見て投げれば、まあ一人ぐらい抜けたりはするんではないかなっていう感じはしますね、お城の攻めだとね。うん。まあ闘技場はやっぱ厳しいですよね。今やっぱ生後バフが流行ってる中で、有益状態だけをコピーしていくっていうのはなかなかしんどいところがありますんで。となると、うん、やっぱりちょっと、今の段階ではね、対人は向かないかなと思いますね。で、将来的には、まあ僕は面白い存在になるとこの子は思っていますんで、ちょっと期待したい一人かなと思います。そして短期特化度。うん、まあ、今、ボスだけが、まあ、それなりにって感じなので、まあ、これは短期特化では C になるかな。まあ、そもそも、帽子を僕は短期特化であんまり進めていないので、帽子で進められるのはもう本当ごく一部ですね。耐久面がしっかりしている、砲塔とか、あと、可能へとかな。まあ、あの辺が防衛面しっかり、カバーできていますんで、うん。まあ、あの辺だったら短期特化おすすめできますけど、もう防御面が何もない帽子、まあ、9割型そうだと思うんですけど、まあ、そういう子たちはちょっとおすすめしづらいかなと思います。
で、内訳見ていくと、武将であるかどうか、武将ではありません。帽子ですね。戦場戦役適正あるかどうか、ないです。ボス適正あるかどうか、はまあ普通かなと。で、コスパ面どうか。現状今 UR 戦かな。準 UR 戦なので、で、しかも今割引ガチャっていうことを考えると、今取るのであればコスパ面は非常にいいのかなと思います。うん、なので、今の段階ではコスパ面だけがいい方向に向いているのかな。で、将来的に考えると MR アバになりますし、花嫁衣装っていう感じになりますんで、これどちらもコスパ悪いものになりますと。こういうことなんで、結果コスパ悪くなってきますね。で、将来性は僕はかなり期待しているので、B プラスにしています。まあ、プラス分は僕の個人的な思いを込めて、プラスにしていますが、やっぱりこのコピーとかね、デバフコピーですね。まあ、あとは帽子であるっていうところで、まあ、攻撃面ですね。しかも最大攻撃力が最も高い敵を狙えるっていうこともありますんで、まあ、知力ダメージとか、まあ、しっかり、ついてですね、パッシブも知力ついたりして、で、あとは防衛面ですよね。まあ、あと影光とかね、なんかつけば面白いのかなと、思いますんで、まあ、その辺で防衛面もしっかりできればですね、神髄共鳴スキルもつきますし、スキル2までしっかり打てるような体制が整えば、おののこまち面白いことになるんではないかなと僕は思っていますんで、 MR ですね、 MR アバカ期待したいと思います。はい、ということで今回はおののこまちの再評価やらせていただきました。チャンネルの登録、 Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでー。